ぶりに二人でお出かけですね。ちょっとワクワクして久しぶりにお化粧してみました。おい、おならすんな。おならで返事すんな。なんて言ったんだよ、ちなみに。おならは決まってるね。私のこの産後1ヶ月にとっちゃ一番長いお出かけな。本当に家出ないから。家出ないっていうか家出れなかったって感じじゃない？だって自転車とかもようやく乗れたもん。ずっと家に引きこもってなんか豚みたいな生活してるんで痛くない？なんか言葉が変だったよね。言いなし、まあ、言いなしてなんかすごい見るに耐えなかったんでブク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 太ってるし。何？痛くない？これからばあちゃん来るからね、一緒にお散歩じゃなくて一緒にお留守番しといてね。可愛いね、大仏みたいで。可愛いね、このまん丸顔が。いられて気持ちよさそうですね。お母さんの自転車だからすごいちっちゃい。なんかすごいちっちゃいわ。どう、似合ってる？似合ってる似合ってる。よかったよかった。乾杯。久しぶりにちょっと一人でくら寿司に来たんですけど、ちょっと何食べようかな。二人だよね。二人で来たんですけど、一人じゃなかった。もうなんかくら寿司に来れるだけで嬉しいね。嬉しい。来ました。お、何これ何これ。シマアジ。中トロなんかすごい色悪いけど。来ました、マグロ。イエーイ。いただきます。いただきます。いただきます。うん、どうですか。マグロがうまい。チャームス食べる？食べていい？ダメ。ダメなの？ダメだ。200円だよ。OK。まあじゃあ俺が寿司食うの我慢するからいいよ。なんでさ、そうやってさ、私のことをさ、嫌なあれにさせたがんの？食べるけど。え、マグロめっちゃ損じゃん。マグロがうまい、なんかすごい。マグロやっぱ血になるからな。普段そんなマグロ食わないのに。そうだよ。マダコ好き。生の方が美味しい。生の方がいいよ、ね、やっぱ。気をつけて。何を。何って、それあなたがよく分かってる。気持ち悪い。気持ち悪い。なんかニヤニヤしながら言うの気持ち悪い。何を想像してるの。あれだ。お腹壊しちゃうよってことでしょ。そうでしょ、普通。うん、いや、食べたね。食べたね。楽しかった。あ、そこ左ね。そこ左。かっこいい、かっこいいな。あそこ右でお願いします。次、はい。それ何、それ何、右に寄りますってやつ。ちょっと、そう、車線変更。そこ右です。おお、かっこいいな。やっぱやってる？やってない、ごめん。日本でやったことなかったわ、それ。それカナダでは必須だもんね。カナダで俺やらずに、うん、交差点突っ切ったら、うん、シグナルブローって言われた。後ろから来たチャリの人に言われたんですよ。そう、めっちゃブチ切れられた。ちゃんと合図出せって。おめえがそっち曲がると思ってなかったから、こっちまっすぐ行くところだったじゃねえかみたいな感じだったの。そうそうそう、彼らはシグナルを出さない限り前に突き進む傾向があるから。早いからね。ああ、俺一応ロードバイク乗ってたからね。うん、みんな知ってるでしょ、あのかっこいいロードバイク。あれ、なんで平行いた。ということでですね、あのちょっと一人でアリオに来てるんですけど。一人じゃないね、一人じゃないね。何しに来たんですか。赤ちゃん本舗で哺乳瓶、新しいやつ買う。あ、哺乳瓶買うの。てかさ、さっきから言ってるけど、その前にうんこさせてくれって何回も言ってんじゃん。言ってない、初めて聞いた、初めて聞いた。言ってきて。毎回いつも我慢させるけどさ。言っちゃダメなんて言ってないから。漏れるから。言っていいから。どこ行くの。車でも見ようかなと。僕たちもちょっと子供できたじゃないですか。はい、ちょっと車買おうかなと思ってまして、ね、はいはい。まあ、普段あの借りてるのがうちの親父のいとこの息子の子供のなんで。遠くね。すごいね、 BM だよこれ、ね、いくらすんの。862万。あ、そんなもんなんですね。いけそう。全然いけますね。ショッピングモール、今度はお子ちゃんも一緒にベビーカーを押したいですね。
とりあえずね、今まだ1ヶ月検診終わってないから、お子ちゃんは外で出れないからね。出れないね。出れるようになったらね。いや、ほんとそうだね。いろんなとこ連れてあげたいわ。ね。生まれてから来ると、こう、赤ちゃんの顔が思い浮かぶから、すごい、買うものがこう、明確になってくるよね。それさっきも聞いたわ。もう一回言わせてよ、カメラの前で。これでいいじゃん。これあったかいんかな？これ可愛くない？これにしましょう。あっという間にかぶれなくなりそうだけど。でも頭はちっちゃいままかもしれないもんな。新しい S サイズにアップします、ランク。今は SS だったの？ SS。 それで変えれるんだ。そうだよ。へえ。で、そうするとちょっと飲めるあれが変わるから、穴のこの大きさ。ああ、ちょっと自分のも買っとこうかな。お前誰なの、ね、3L 買っていい？なんでこれで飲もうとしてんの？ダメな、これでコーヒー飲もうかな。気持ち悪くない？おじさんキモいわ。うるせえババア。鼻かゆ。大丈夫かな、こんなゆっくりしてたら。お母さんに怒られないかな。ゆっくり寝てくれてるといいね。めっちゃガン泣きしてた。まあ、ギャン泣きしてたとしても、お母さんも余裕あるでしょ。お母さんげっそりしてたらどうする。結局スタバになりました。お母さんに向かってあげよう。お母さんあれファミマのカフェラテ。なんでランク下げてランクとかそういうあれとかないですよ、出来たてをね。 あったかい状態でご提供できる。あったかいのと思って、もちろん安いからね。今の撮りましたから、ね、ちゃんとマイク、はい、ちゃんと言って。近いマイクちゃんと拾ってるかなと思って。うるさいよ。スタバで何やってんの。この背景誰もいないけど、もうこっち側めちゃくちゃ人いるから。なんか知らない事実が発覚したんですけど、なんか兄さんスターバックスカード1万円分持ってたんですよ、僕に内緒で。いやいや、言ってあるから。いや、びっくりだわ。これで何回も買ってますよね。いや、俺それ知らなかったよ。いやいや、妊娠してから何回もスタバ行くたんびに買ってます。それで買ってたの？買ってます。うわ、知らなかった。買ってるから。え、まずなんでそれ持ってんの？だから先輩が誕生日にくれたの。それも知らない。言ってるから。はい、ということでですね、ベンティサイズのアイスカフェラテでございます。ようやく手に入れましたね。よかったですね。全然甘くないんだけど。ガムシロ入れたの？ガムシロップ3つ入れたのに。下に溜まってんじゃん。混ぜた。こうやって逆さにしたもん、一回。そうでしょ。マジマジ、一瞬逆さにしたもん。ダーン。かわいい、このクリスマス仕様に。こっちもクリスマスだね。これだ。氷多すぎて飲みにくくない？氷、すっげえ入れてたもんね、あの人。入れてたよね。あの後、うちらが出てった後も30分以上寝てたらしい。あ、そうなんだ。お母さんからお子の緊急報告を5分おきにいただいてます。大丈夫ですよ、そんなに。いただいてないわ。まあ、せめて1時間おきぐらいで連絡してようやくくれたわ。そんなにさ、5分おきに連絡するほど変化ないでしょ。今ビクってしたとか、おならしたとか、一瞬目開けたとか、白目向いてるとか、泡吹いたとか。それは結構怖いから。お母さん何買ったの？スターバックスラテ。好きなの？スターバックスラテ。うん、なんかよく飲んでると思う。1ヶ月に1回ぐらい2人で出かける時間欲しいよね。お母さんお願いします。1ヶ月に2回は欲しいかなって思うけどね。1人で出かけてきていいよって言ってんの。今度バイク借りてどっか行こう。どうせダムだろ。ダメなのかよ、ダム行ったら。有馬ダムだろ。有馬ダム行っちゃいけねえのかよ。バイカーの聖地だわ。大丈夫、そろそろもうすごい大嫌いな冬だけど。冬だからこそ乗るっていうのもあるよね。これ皆さん知らないと思うんですけど、僕あれなんですよね、結構生粋のバイク好きで。最近撮ったんだよね。趣味は バイクなんですよ。免許今年取ったじゃん。先月初めて乗ったじゃん、中型のバイク。1回しか乗ってないし、しかもこれ以来乗ってないよ。それでバイカーな。毎日転がしてるのは原付じゃん。まあ、バイクだけど。でも言うで30キロじゃん、出せるの原付だと。しかも欲しいバイク後ろに乗っけられないとか言ってさ、本当に一人だけでどっか行こうとしてるよね。当たり前じゃん、バイクなんてそんなタンデムするようなもんじゃないんすよ。何ですバイク用語出してくるの、タンデムって何？あ、二人乗りね。二人乗りなんですよ、タンデム。知らなかった。おい、うぜえ。いや、月に1回ぐらいはちょっとなんかツーリング行きたいな。自分のお化粧したわ、サムネ。遠近法使ってない。遠い同じだとこうだからさ、ここ同じ顔ぐらいになるよ。遠い
かわすぎ本当子供のさ顔を見た後にあっくんの顔見るってでかいもん。でも今は慣れたからすごい普通に感じるわ。いや本当たまに写真撮ってくれてさ写真見るじゃん俺顔でっかって思うんだよねごちそうさまでした。なんてごちそうさまでした。なんか沖縄の方言かと思った。いやさあさあごちそうさまでした。ごちそうさまって言った後にもう一回するのおかしくないごちそうさましてないよ。危なっ。いろいろ下手くそだな。ということでちょうど3時間半ぐらい2人時間楽しかったですね。ちょっと久々のつかの間のデートということで。やったね。痛っ。なんだ今の顔。私すごい嬉しい顔してあげるから注意していいよ。ということで、大丈夫痛いね。大丈夫ですって何。遠近法使って遠近法。遠い遠くなだいぶ遠くな。はいということでありがとうございました。何それ終わりから閉めて。じゃあまた来週バイひどいな。じゃあ帰りましょう。我が子の帰る家。我が子の帰る家ってなんだよ